身長が低いので身長が高い人のスイングアークに比べてどうしても小さなスイングになってしまいます。特にアドレス、トップ、インパクトっていうこの半円、右半分の円っていうのをすごく大事にしていて、トップからボールまでのこの距離もすごく大事にしています。皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日は私みたいな小柄な体型でもドライバーを飛ばせるっていうコツを解説したいと思います。すごく私が飛ぶ選手っていうわけではないんですが、230から250ぐらいまでのドライバーの飛距離っていうのはコンスタントに出ているかと思います。しかし決して私がヘッドスピードがすごく速いっていうわけではないんです。こちら今トラックマンで測ってる数字なんですけど、ヘッドスピードですね、 38.2 しかありません。だけれどもキャディが211出てトータル 234.5 っていうこういう数字が出てきます。もちろんこのクラブスピードもまあ大体38から40ぐらいまでの間私は推移しているので、もちろんそこが40になればこちらのトータル距離も250近くなってきます。なので40ぐらいをよく目指されるアマチュアの方いらっしゃるんですけど、40出たとしてもスマッシュファクトって言われるミート率ですね、こちらが悪ければガクッと距離は落ちてしまいます。なのでクラブスピードが38台であってもしっかりと効率よくヒットすることによって230、240っていう数値は生み出せるので、その辺のコツを説明していきたいと思います。私はヘッドスピードを上げながらボールに力を加えていく、この力っていうのをすごく大事にしています。そしてここのボールに対してスイング中マックスの力が伝わるように意識してスイングをしています。そのためには例えばこのアバウトな場所でインパクトゾーンって言われるアバウトな場所でただただヘッドスピードが速くてもダメなんですね。このボールまでにマックスを作り上げなきゃいけない。このために私がしていることっていうのは、体の中の一番大きい筋肉、足、お尻っていうところの筋肉を使うっていうのはまず一つで、あとはスイングです。身長が低いので身長が高い人のスイングアークに比べてどうしても小さなスイングになってしまいます。なので自分の中でも最大限に大きなスイングをできるように、円の甲をトップを高くとかそういうことではなくて大きな円を描くようなイメージで打っています。特にアドレス、トップ、インパクトっていうこの半円、右半分の円っていうのをすごく大事にしていて、トップからボールまでのこの距離もすごく大事にしています。やはり肩の位置が浅かったりトップのポジションが低かったりするとこの距離はすごく短くなってしまって、なかなかスピードは速くなったとしても力がたまらずパワー不足でボールに当たってしまいます。なのでここから大きな円を描いてボールまでの距離を稼ぎながら、力が足、お尻、腰といったこの辺の力が十分に使える時間を作っています。時間が必要なんですね。トップからインパクトまでの間にいろんな場所を使うことによってボールが飛ぶっていうことは分かっていても、その短い時間の間に使えなかったら意味がないので、なるべく足腰を使える時間を作ってあげることが大事だと思います。そのためには急ぐ必要もないです。ヘッドスピードを上げようと思って一生懸命打つ、早打ちになる、これはすごく効率が悪いので、トップからインパクトまでゆっくりでもいいので時間を長く使ってパワーを作っていく、これがすごく大事だと思います。小さいスイングいきます。今のはかなり力を入れて振ってるんですけど、スイングが小さいので全然ヘッドスピードも出ません。 36.6、 キャリーも182、トータル213しか飛びません。今はインパクトの力っていうのはめちゃくちゃ力入れてますけど時間が足りないんです。
次にすごくゆっくりなんですけど大きなスイングを心がけて打ってみます。スイングスピードも見て分かるような違いがあったと思うんですけど、ヘッドスピード 38.8、 キャリー201のトータル234、飛距離が全然違うんです。ただ見た目のスピードとしては1球目の方が素早く感じたと思いますけど、この効率よくボールに当たるっていう点では大きな円で時間を使ってあげてボールにヒットしてあげる、この時間があることによってできることがいっぱい増えてくる。短い時間の間だと使えない腰の回転の量、右足の蹴る力、この辺をゆっくり大きな円を描くことで使えます。では皆さん、早く振るだけがドライバーを飛ばす秘訣ではないです。ヘッドスピードとはまた別に効率よくパワーをボールに伝えることが飛距離につながることになると思うので、ぜひ試してみてください。